四万十町東川では今年も鯉のぼりの川渡しがお目見えしました。四万十川を望む上空のワイヤーに飾られた鯉のぼりはおよそ500匹。半世紀前、地元の家庭で使われなくなった鯉のぼりを四万十川に展示したのが始まりで、今年で50周年を迎えました。四万十川と日本の伝統文化が融合した美しい風景は人気を集め、今日も県内外から訪れた観光客が四万十川と色とりどりの鯉のぼりを眺めていました。大きい鯉のぼりもあるんで、毎年来て楽しいです。初めて来たんですけれども、すごい綺麗だなと思います。男の子です。初めての鯉のぼりがこんな素敵なたくさんの鯉で、ね、成長を祈って。四万十川の初夏を彩る鯉のぼりの川渡しは来月11日まで楽しむことができます。では改めまして、一方、四万十町の道の駅四万十東和では鯉のぼりの川渡し50周年を記念して、今日地元の中学校とコラボした PR に取り組むことを宣言しました。東川中学校では10年以上前から生徒会のメンバーが模擬株式会社のぼりんを立ち上げ、鯉のぼりをモチーフにしたキャラクターのぼりんを使った商品開発などを手掛けています。今回の宣言に合わせて道の駅にのぼりんの顔はめパネルなどが送られました。まあ、のぼりんを知ってもらって、まあ、それで鯉のぼりの川渡しも知ってもらえると思います。もっと地域が活性化してもらえるようにしたいです。道の駅と模擬株式会社のぼりんでは、今後鯉のぼりを使った地域の PR 商品の開発や販売などに取り組んでいくとしています。また道の駅四万十東和では新茶の時期に合わせてお茶を使ったスイーツも登場しました。四万十町で採れた茶葉を使った緑茶のパフェ、四万十ベールです。ソフトクリームからわらび餅まで四万十町の新茶を使っていて、今ここでしか食べられないスイーツです。いただきます。爽やかな緑茶の風味が口いっぱいに広がります。苦味と渋みが少なくて、すごく柔らかなまろやかな甘さです。このね、わらび餅の食感も相まって最高に美味しいですね。今年で50周年、鯉のぼりの川渡しが四万十川で開催されて、まあ、節目の年にもなってますし、この地元の東川中学校のみんなとのこの連携をして、鯉のぼりをこう地域としてこう盛り上げていきたい。四万十川の上空を悠々と泳ぐ鯉のぼりに新茶のスイーツ、魅力いっぱいの四万十町に出かけてみてはいかがでしょうか。